イギリスに来た時は4人だったのに、帰りは結果お姉ちゃんと2人か、仕方ないとはいえ寂しさを感じるわね。帰ったら策を練らないと、私のデステナも無事終えたし、これからは私もバリバリと前線で戦えるわ。デステナが終わって嬉しいのはわかるけど、ちょっとはオーラを抑えなさい。結構漏れてるわよ。ひどいね、もしかして私のストーカー。需要ないわね、せっかが外にいるのがわかったから私も外に出ただけよ。気づいたら月下お姉ちゃんと一緒なんだよね。イギリスまで来てしまいで行動なんてさ。別に別行動でもいいのよ。無事日本に帰ってこれたらいいわね。この際だから他国語勉強したら。月下お姉ちゃん大好き。ずっとついていく。一週間か。早いわよね、時の流れは。そうね、でも今回得た結果は日本で残っていたら絶対に得られない情報もたくさんあった。無駄ではなかったよ。それもそうね、帰ったらパトとメリアちゃん捜索への本格始動ね。日本にいる専属神の子たちとは連絡取ってないの。全員から無視されてる、というより残っているメンバー、携帯を全然使わないから。あまり期待してないわ。でも確かにコトカちゃんに連絡しても全然取ってくれないのよね。かなり追い込んだ訓練でもしてるのかしらね。姉妹揃ってハブられてますな。ぼっち姉妹で活動するかい。少なくとも私には旧鬼神師がいるわよ。ぼっちは石化だけ。早くパト見つけて、メリアちゃんも見つけて、さっさと認めてもらって、専属神になってよね。そうね、でも今のままでメリアちゃんに認めてもらえるかな。今のままで認めさせないと意味ないんだよ。私は多分メリアちゃんの理想像なんだと思う。だけど結果お姉ちゃんはメリアちゃんの理想外。だから不明瞭、メリアちゃんの想定外の可能性として納得させてやっと結果お姉ちゃんに価値が生まれる。私はそう思ってるよ。メリアちゃんの想定外、メリアちゃんにとっての規格外な存在、そんな存在になれっていうの？簡単じゃないけど、もうすでに月下お姉ちゃんはそのステージに立ってるんだから、あとはメリアちゃんに見せつけるだけじゃない、創意工夫の必要はあれど。その創意工夫が一番難しいって話じゃない。お姉ちゃんならできるよ。何でもできるすごいお姉ちゃんなんだから、妹の私がお姉ちゃんに期待したっていいじゃない。バーカ、そんなこと言われたら頑張っちゃうでしょうが。うん、弱ったぞ、盛大に弱った。気配で引き石化のところまで来たけども、どっちが引き石化だ。見たらわかると思ったけど、気配や見た目が似すぎてる。僕はリトアみたいに遠距離観察に長けているわけじゃないしな。石化、過去一ヤバい相手に見られてるわよ。場所を変えよう、ここだと二次被害が大きくなる。僕の気配を悟ったか、メリアと一緒にいたのならメルトリアの独特な気配にいち早く感づくのも当然か。それにしても二人同時。余計にわからない？二人ともメリアと面識があるのか？もしかして二人とも専属神なのか？さて、まずは交渉。無理なら戦う。お姉ちゃんと私は相性最悪だから戦うならどっか行っててね。そんな作戦があるか？って言いたいけど、能力ありきの私とそれを打ち消して戦う石化。確かに私の存在が邪魔になるわね。この栄戦団で石化の指令を出してフォローする。戦えて石化の力になれるのはそれしかない。さすが、メリアに伝えられたんだってすぐに分かったよ。動きの節々にメルトリア技術を感じるよ。メリアちゃんを知ってるの？誰？あなた？僕はメアトル、メルトリア、メリアの兄で帝王信仰補助列は4位だ。君たちの主のブリューデンは有名だからね。ぜひ仲良くなりたいね。帝王信仰補助列4位？それにメリアちゃんの兄？情報が多すぎる上になんでこのタイミングで私たちなんかに接触してきたんだ。メリアちゃんはそっちが連れて行ったって聞いたけど、なんで今更あなたみたいな大物が地球なんかに残っているの？それは君たちの主のためなんだよ。君たちの主はメリアをすぐに助けに来るかと思えば自身の国を救っていてね。僕は全然いいと思うんだけど、母がそれに対してご立腹でね。だからメリア一人で足りないなら、もう一人、第一位が大切にしている専属神一名を僕たちの国へ招待する。第一位には僕たちの国へ来てもらわないと困るってこと。直接交渉はしなかったのですか？したよ、ちょうど昨日のことかな。でもメリアよりもこの星に残っている専属神たち全員を迎えに行くことを優先したんだ。危機感足りないよね。まるで時間をいくらかけても問題ないと思ってるみたいに。僕はそういう考え方は嫌いでね。だから時間をかけた代償を専属神一名が囚われるという形で償ってもらう。どうせ呼んだら反応するだろ。引き石化、専属神内で一番主との親密度が高いと評価された。メルトリア国まで僕たちと一緒に来てもらうよ。絶対に嫌よ。そんな理由でなんで私が連れて行かれないといけないのよ。月下お姉ちゃん、何を？この子が引き石化、栄戦団持ちで、複数の気配を持っている独特な雰囲気、リトアに似た何かを感じる子だ。多分この人は引き石化を理解していない。ずっと私たち二人に話しかけているのがその証拠だ。極めつけは
組織ゼッカと名前を呼んだとき、視線はゼッカではなく、私たち両方、もし私の考えが正しいなら、私の嘘は見破られない、エージェンガンを使っている、できる限り頭脳とアピールしているから。ふざけるな、私が指揮ゼッカだ。ふざけた真似はやめて、相手は私に用があるのよ。ゼッカお姉ちゃんは関係ない、余計な気を使ってリスクを背負う必要なんてないじゃない。ゼッカ、こんな時に相手を惑わす発言はやめて、帝王信仰歩4位、どうあがいても勝てる相手じゃない。メリアちゃんやソフィアちゃんですら10位と12位、下手すれば数年前のパトと同等レベルの相手に反抗して勝てるとでも。私が指揮ゼッカだ、間違えるな、私に用があるなら私を連れて行って、横の人は関係ないわ。困ったね。二人とも指揮ゼッカと名乗り、二人とも指揮ゼッカと名指す、こうなった時僕は、最初に名乗った方を信じる。僕は誰よりも先に行動できる奴が好きだからだ。たとえ嘘だとしても心よく騙されてやれる。僕と来るんだ、ハクハクの指揮ゼッカ。ふざけるな。お前は相手の組織の都合抜きで勝手に、残された方の気持ちと都合を考えろ、権力者どもが。帝王信仰歩なんて知るか、こっちはずっとそんな人と一緒にいるってんだ。みんな死んで面白い、僕たち大上位神に特化した精霊神か。参加の立ち、いない。参加の立ち、かすみ。へぇ、剣を振ったと錯覚させるほどのフェイント、だが実際は時間差攻撃、体を先に動かしてからの斬撃、これは当たるな。マジか、持ち替えて投擲に変更したのか、なんて洞察力と駆け引きの強さ。今までやったことないけど理屈ではできるでしょうか。アジリテルゼロ。まだ下級神クラスなのにすでに技術は中級神のそれだ。しかも僕の能力壁をすべて壊してきた。オーラ壁は壊されなかったから無傷だけど、衝撃か。ち、無傷か。腕の一本はもらうつもりだったのにな。近くの実戦は訓練の日じゃない。私は多分あの初戦の駆け引きで負けていた。せっか、やっぱり戦いの天才よ、あなたは。でも私があなたのお姉ちゃんなの。妹がまた危機的状況になっていて見過ごすなんてできるわけがないでしょう。神聖霊、今私の中には9期神使全員がいる。今度はリスク承知で全力で挑む。追加、全てを生み出す白神と全てを終わらせる青神、そしてどちらも精霊神、天書と終焉。僕はもうどっちが指揮せっかでもいい。どうせどっちか連れて行っても残った片方は第一位と共に来るんだ。なら僕は悪いけど、君たちが真に評価される場で再度見せてよ。ぜひ君たちの主と一緒に来てくれ。僕は楽しみに待ってるよ。リトア、目的は達成したよ。僕は先に母国に帰るけど、リトアはどうする？今いいところなんだ、先に帰っていろ。リトアも楽しそうで何よりだ。僕もいい成果を得たからな。さすが第一、専属神もなかなか興味深いね。痛みはない、だけど全然動かない。手加減されてもなお、手も足も出ない。やっぱり格が違った。次から次へと。パト、私はどうしたら。一足遅かったわね。帝王信仰歩の気配があるところに行けば専属神の子がいると思ってきたのだけど。あなた、専属神よね。なんでまだ残ってるの。誰よ。次は今ダメージを受けて会話できないってところかしらね。とりあえず宇宙船に運ぶわ。もう他の子も回収終わってる頃だろうし。あ、な、た、無理して喋らなくてもいいわ。私はあなたたちの味方よ。何せ同じパト様の専属神だから。パトの専属神、状況がまだ理解できないけど、任せてもいいみたいね。そしてゼッカは意識を失う。次に目が覚めた時はエウレカ号の中だった。こうしてゼッカ視点のお話は終える。指揮ゼッカがメルトリア国に連れて行かれた。それはどんな運命のいたずらか、それともゼッカの幸運支配の作用かは定かではない。だが指揮ゼッカにとって千載一遇のチャンスを得た。それは誰からも干渉を受けない。メリアと指揮ゼッカ、二人だけの最後の専属神を決める試練が行われる。そして視線は変わり、サイドパトへ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。
次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。